突然ですが皆さんはソフトバンクエアというものはご存知でしょうか。工事が一切いらないお家の Wi-Fi として今現在も CM で取り扱われている商品でございますが、実際ですねこちら買ってみるとですねいろいろと分かりまして、まずは2年縛りということで、もし解約する場合ですねかなりの量の解約金が取られます。月々の支払いも安いということでですね、買ってみたところかなりネットが遅いということが判明しました。で今回ですね一つの動画をアップしているときにオンラインゲームをするとこんなことが起きますというのを実際動画にしてみましたのでご覧ください。どうぞ見ていただきたいんですけども、今ね動画をね一個アップしている途中なんですよ。で見てこのなんか夢の中みたいな、このわかりますこれ、進もうと思う方向に進めない、走ろうと思っても走れないで、気づいたら違う場面にいるみたいな、これもう完全に夢の中っすよね。やばくないですか。でこれなんでこんなことになってるかっていうと、まあ、さっき言ったように、まあ、動画をアップしてるっていうのもあるけど、これねソフトバンクの出してるソフトバンクエアっていう工事不要のねインターネットの回線があって、それを契約したんですけど、まあ確かにオンラインゲームだけだったらできるけど、何かやりながらとかだともうこんなになっちゃうんですよ。であまりにもこう夢の中みたいな感じで何もできないし、奇跡的に人に会ったとしても何て言うのか、こう打っても相手が死なないみたいな、で相手のなんか視点になってみると俺は何も動いてないみたいな感じのがあって、やばいですよこれマジで。多分こういうの苦手な人は入っちゃうと思います。これある意味ホラーですよね。これだって自分が行きたい方向に行かないし、気づいたら飛んでるっていうね。一番いいのが多分なんかもう常にぶっ放してる状態が一番いいっすね。ほら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 、もうやばいよこれ、負けた。